茂です。今日は8月26日木曜日でございます。時刻は1時28分を過ぎました。皆様本日もお疲れ様でした。本当にお疲れ様でございます。本当に本当にお仕事お疲れ様でした。さあ今日はもう木曜日ということでね、今週も残りあとわずかとなりましたね。皆様あとちょっと頑張りましょうね。うん、頑張りましょう。はい、昨日の動画で私は親友のね、山本くん、まあ山本さんって呼んでるんですけど、まあ同級生なんですけどね、山本さんと昨日はねちょっと地元のね緑区のパトロールなんかしてましたけれども、山本さんをねちょっと紹介したいなと、ちゃんと改めてね、まあちょっと本人はいないんですけども、山本さんはですね、中学校からの同級生になります。はい、で中学校1年生の時ですかね、同じクラスになったのかな、確か違ったかな、まあいいんですけど、中学校で初めて会ってもすぐ意気投合してですね、まあずっともう学校が終わったらすぐ彼の家に行ってね、いろいろ遊んだりして、本当に長い付き合いでね、本当にまあ僕のことをこうちゃんと見守ってくれてるというような存在なんですけれども、本当にいろいろありましてですね、まあこの年になってもね、まだ一緒に遊ぶことができるっていうのが本当にね嬉しく思っております。はい、まあ、そんな山本さんがですね、昨日の撮影が終わった後にですね、まあ改めて君がね YouTube をまあやり始めて、まあ間もなく1年なんだけども、この正直なところの話が聞きたいと、実際どうだったのかと、そんなことを言われましてですね、急遽ちょっとインタビューを撮らせてくれと、そんなお話になりましてですね、急遽昨日撮影が終わった後にですね、再びまたこの車に乗り込んで近くの公園に行ってですね、インタビューを撮りました。はい、なので近々ねちょっと公開しようかなと思ってるんですけれども、まあリアルにもう何の台本もなくですね、山本さんからの問いかけ質問に対してまあ淡々と答えるだけの動画ではあるんですけれども、まあぜひ私自身もですね正直に話をさせていただきました。はい、なのでまあもしよかったら見ていただきたいなと思います。はい、うん、今日はねちょっと首の調子が悪くてですね、ちょっと首がちょっと今日はおかしい。ぜひ本当に楽しみにしてください。近日公開ということで、はい、まあ、ちょっと週末ぐらいかなと思います。はい、ぜひ楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。いやー大丈夫だね、大丈夫だ、うん、大丈夫だ、うん、大丈夫、ね、大丈夫ですからね、大丈夫ですよ、大丈夫、あなたは大丈夫、あなたは大丈夫ね。ということでまた明日ですね、明日は金曜日ね、もう楽勝ですね。ただね暑いです、非常に暑いです。本当に気を抜いたら熱中症になりますから、そこだけ気をつけていきましょう。大丈夫ですからね、大丈夫。ということでまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。
先ほどその登録者数が100人、はい、100人までの道のり、あと1ヶ月で、約1年ですが、どうでしたでしょうか、振り返ってみて。そうですね、これはもう正直に言っていいんですか。もう、正直に、はい、ノンフィクションですかね。